はい、エプソンのプリンター EP711A の互換性インクが到着しましたので、ちょっと箱からね、中身を出してみようかなっていうところですね。全部でね、インクがちょっとダーッと開けますね。はい、黒が3本入っていて、あとは薄い赤、青、濃い赤、薄い青、黄色というね、 EP711A には必要なフルセット、それに黒が多めに2本入ってるっていうこのセットです。だから全部で8本入ってますね。これはなかなか使えるんじゃないかなと、しばらく困りそうにないです。で、説明書も日本語で書いてますんでね、安心安心ということです。互換性のインクだよって書いてますね。互換性インクはね、割とね、私信頼できるなと思ってね、ずっと使ってたんですよ。それこそ店舗やっていた時からポスターは全部ね、インストアでやってましたんで、その頃から互換性インクをものすごく使ってたんですよね。だから1本ね、100円とかで、100円とか120円とかで手に入ってたんで、本当に安く買うことができたなと思ってます。最近はだから互換性インクもちょっと高くなってきたのと、質が悪くなってきたんでね、よく吟味しなくてはいけないかなっていうんで、ブランドを徐々に変えるようになってきたっていうところです。今回どこのブランドか分かりませんけども、 Amazon で買いました。以上です。